2002年横浜市長選挙は2002年3月31日に行われた横浜市の市長選挙である。4期目を目指す現職の高秀秀信と前衆議院議員、中田博史の事実上の一騎打ちで争われ、新人の中田が現職の高秀を破った選挙である。投票率は39.35%で前回に、比べ5.24%のアップとなっている。 1990年から3期12年市長の座にあり、自民党、民主党、公明党、社民党、保守党のオール与党からの推薦、さらに連合の支援を受けた、組織選挙を展開した高秀に対して、改革派のイメージと、若さを売りに、一度出馬を表明しながら辞退した26歳の武田久志康氏、さらに自民党総裁だが、郵政民営化論者の党派を超えた、同志、 小泉純一郎や民主党の一部からも非公式の支持を受け、無党派層を取り込んだ中田が勝利した選挙である。この当選により中田は政令指定都市では最も若い市長となった。なお中田は高彦が初当選した1990年横浜市長選挙の時点で25歳と非選挙権を有していたが、不出は高彦陣営の選挙ボランティアを務めている。 この選挙が行われた2002年当時、高秀市政時代の横浜国際総合競技場や横浜市営地下鉄整備などの大型公共事業や高齢者福祉事業により、市財政は逼迫しており、また、高秀の当時72歳という高齢と、すでに3期12年という多選に対する批判、さらに、中央政界での規制政党からのオール与党による相乗り批判もあり、 そういった批判票も、中田を当選させる原動力となった。なお、行政区別の得票数を見ると、中田の出身地である、青葉区で4万票近く差をつけたが、広北区、金沢区、栄区、緑区、鈴木区以外の12区では高秀が、中田の得票を上回っていた。当選した中田は、市政改革に取り組み、ゴミ分別回収や保育所の民営化、 横浜市立大学改革や重機ネットの任意参加など独自の政策を行った。2006年の市長選挙で83.68%の得票を得て再選し、任期途中の2009年7月28日に辞任を表明し、同年8月17日付で辞職した。一方、落選した高比では同年8月29日、 73歳の誕生日から11日後に食道上脈瘤破裂のため逝去した。ありがとうございます。